かつての工業都市も今は産業構造の転換を迫られている。市街風景ビトムはポーランドの都市。人口は約18万人。カトビセの郊外にある工業都市。かつてはシロンスク地方の豊富な地下資源に支えられて繁栄を誇ったが地下資源の枯渇に伴い工業も衰退し、高失業率に悩まされている。13世紀半ばに都市特権を得た。 ビトム公国は、ポーランド王国、ボヘミア王国などの支配を経て、オーストリアハプスブルク家の所領となった。この過程で、町のドイツ化が進んでいった。18世紀半ばのオーストリア継承戦争に乗じて、プロイセン王国の領土となり、1871年に成立したドイツ帝国の領土となった。ドイツ敗戦後のポツダム会談における決定に基づき、 第二次世界大戦後ポーランド領となった。この際、ビトムに居住していた多くのドイツ人が追放され、西方への移住を余儀なくされた。近隣の大都市、カトビツェと同様、冷戦期には豊富な地下資源に支えられた工業都市であったが、もはや地下資源も枯渇し、新たな産業構造を生み出す必要に迫られている。ポロニアビトムがビトムを本拠地とするサッカークラブ。 2007年に一部昇格を果たした。ありがとうございます。